どれだけかかるかわからない。作戦前だし、用事は一通り。しかし誰もいねえな。大陸横断鉄道が止まってるなら仕方ないか。そうね、鉄道公社の人や帝国、共和国の臨検官を。キリコさんとレクターさんは3番ホームの列車でしたね。ああ、人がいないホームってのは何とも物悲しいもんだよな。横断鉄道の列車もずっと停車したままみたいです。そうね、3番ホームの列車というとそちらかしら。ふん、その列車の前から2番目の車両だったな。向こうにある連絡橋から渡れますね。よし、行ってみよう。3番ホーム、2番車両、どうする？来たわね。いや、久しぶりだな。ご無沙汰しています。なるほど、列車の通信機から支援課の車に連絡したんですね。ご明察。改めて見るとそうそうたる顔ぶれね。国防軍切手の若手少尉と一課の主任捜査官が一緒なんて。あいにく今は支援課に再出向中でして。社交辞令はそのくらいにしていただこう。まさかあなた方がクロスベルに残っているとは思っていませんでした。あれからずっとこの町に。ああ、調べることがいろいろとあったからな。だが、これでようやくエレボニアに帰れそうだぞ。調べること？つうか、あんたのボスが撃たれて行方不明なんだろう。こんなところで油売ってていいのかよ。ああ、ギリアスのおっさんのことか。俺が急いで帰ったところで助けられるわけでもないし、ね、それにあのおっさんにしてみりゃ自分のこともクロスベルも想定してた局面のうちだろうし。想定していたって、自分が撃たれること。クロスベルのことというのは今回の事件のことですよね。あのおっさんにとって全ては遊戯盤の駒だからな。クロスベルが司法を手に入れて独立どころか
大陸全土の支配を目論もうとしていること、帝国軍が返り討ちにあった隙に貴族勢力が帝都を占領したこと、その結果自分が撃たれて兵士の重傷を負ったことによって泥沼の内戦が始まる、にもかかわらずクロスベルという不可侵の壁ができたことによって共和国の侵攻を食い止められていること、あのおっさんにとっては全て想定していた展開だろうさ。そこまでの化け物とは。信じられません。まあ結社も帝国方面で動き出しているみたいだけど、本当に恐ろしいのは鉄血宰相かもしれないわね。己すらも駒として利用し、荒ぶる激動の時代を作り出す、まさに傑物。やばいおっさんだとは思ったが、まさかそこまでとは。ピーター大統領はそのことに気づいているんですか。さてどうなのかしら。こう言ってはなんだけど、ディーター・クルイスという人物はパフォーマンスは超一流だわ。でも実際の政治家としてはやや疑問を感じざるを得ないわね。経営者としての観点からしか政治を動かしていないという意味で。それはまああくまで根は銀行家なのでしょう。クロイス家の使命にしても娘の方に任せきりのようだし、それはご存知でしたか。まこっちにはこっちの情報ソースがあるんでね。あんたらがあのオークションで保護したちびっ子、あの子が核となって司法が誕生した経緯はおおよそ掴んでいる。さすがは帝国軍情報局にロックスミス機関か。誤解してほしくないけど、私にしてもそこの彼にしてもあくまで情報畑の人間よ。個人的な一存で司法をどうこうしようとか考えているわけではないわ。ただ大陸全土を混乱に陥れるきっかけとなったこの事件、真の戦。先ほど言ったようにリーター大統領はあくまで経営者としての側面が強すぎるわ。マリアベル城もそこ知れないけど、政治面よりは魔導技術方面を一手に引き受けているみたいだし、かといって風の牽制は黒幕というにはあまりに自戒的でストイックすぎるでしょう。ギリアスのおっさんにしても結社にしてもクロスベルの状況を利用したり利害の一致で協力はしたが、主体的に行動してるわけじゃない。政治、経済、歴史、国際情勢、クロイス家や DG 教団、結社の動きに似たよ。全てに通じた上で各方面に働きかけながらここまでの絵を描いたやつだ。おい、マジかよ。少々陰謀論じみているような気もしますが、確かにパズルのピースが足りないような気がします。一体何者だ。まさか、いや、まあそのあたりの確認ができないかと思ったんだけど、あなたたちにも確証はなさそうだし、この程度にしておきましょう。時間もないし、もう一つの要件に入らせてもらうわね。もう一つの要件。うん、簡単なこと。オルキスタワー攻略作戦。
手伝ってやろうと思ってな。え？おいおい、いきなりすぎんだろ。事件の概要が分かった以上、クロスベルにとどまる必要はないのだけど。このまま去るというのも少しばかり寝覚めが悪いから。今後クロスベルがどうなるかあなたたち次第でしょうけど、慢性的な膠着状態に陥られてもこちらとしては困るのよ。トムットだってクリア直前に放り投げるのは気持ち悪いしな。ま、それと同じってことだ。同じと言われても。というか、いつの間にポムットのアカウントを入手してるんですか。だが確かに戦力が増えれば作戦の成功率も上がるか。ちょっと複雑ですけど検討してもいいかも。わかりました。こちらの拠点に案内するので俺たちについてきてください。特務進化突入。道は開いた。あとはお前たちに任せる。了解。まさか。
待って、いきなりすぎる。ここで踏ん張れへんようなら名を継いだ姉さんに顔向けできる。みんなサポートしてくれ。承知しました。モードスティグマ起動。キャビン、リス心配すんな、お前の仕事や。敵の捕捉は任したで。分かった。我が深淵にてきらめく青の刻印を。メルカバの全動力を収束。スティグマパターンを認識、外部への展開を開始します。敵アイオン変形、手法展開して突っ込んでくる。ドミニオン第5位、千の守り手金ず、聖魂法メギデルス展開。大丈夫です。各種機能は生きています。そうか、こいつには世話をかけるな。そうね、後でちゃんと修理してあげたいです。まだ続きそうですね。まあ、無尽蔵に新手が湧いてくるみたいだからね。時間がねえ、とっととエレベーターで上がって。打ち合わせ通り、ここで2名が待機する。選ぶのいい、バニオさん。了解です。
セキュリティが解除できたの？はい、主任が言うには30階に物理的な遮断を行う。それを解除しない限り動力ネットからの制御は不可能だと言っていました。ってことは21階から30階までは自分たちで上がる必要があった。しかし確かその辺りはほとんどメンテナンス用のフロアで、公式発表に偽りがあったみたいね。どうやらその一角こそが黒い助の信用、キーヤちゃんの儀式においても重要な役割を果たした区画らしいわ。そうなのかよ。通商会議の警備の時も妙に不自然だとは思ったが、まさか公的施設にそんな場所を勝手に建造していたとはな。いずれにせよ覚悟が必要そうですね。そうね、アリオスさんや赤い星座もいるかもしれないし。ああ、それとキーヤもだ。何が待ち受けていようと絶対に突破してみせる。俺たちをここに送り出してくれた課長たちに応えるためにも。はい責任重大ね。気合い入れるっきゃねえな。黒石家の錬金術と最新の動力技術の融合ですか。これが千年にも及ぶという妄衆の果てというわけか。その妄衆が教団という傀儡を生み落とし、あまたの人々を犠牲にしてきた。ああ、そして今もなおキーヤに司法という運命を押し付けようとしている。この場所の是非を問える立場に俺たちはない。だがそれでもこの先にキーヤやアリオスさん、大統領たちがいるのなら、俺たちは何としてもここを突破しなくちゃならない。行こうみんな。過去の妄衆と幻想を打ち払い、今のクロスベルを掴むために。え、合点生じ、準備は万全。行くぞ。ゲイト。ゼイト。ゼイト。先制パネル始めましょう。
えいっ！はっ！みんな、大丈夫か？任せろ。チャンスです。みんな、任せて。そこ俺の番だな。せいはっ。みんな大丈夫か？Yeah!
俺の番だな。は100年早い。
行くぜ。任せてくれ。えい、リハ。行くぞ。せい、ほ。任せてくれ。私の番。えい。うっしゃ。は。行くぞ。や、リハ。私の番。任せて。俺の番だな。全力全開いくぞ。分かったわ。やっやっ、まだまだいける。
よし、全力全開行くぞ。見えた。よし、はっ、さっき、よっしゃ、行きます。行くぜ。はっ、戦闘終了。全員無事だな。私の番です。えい。
行くぜ。ぜ。おお、この調子で行くぞ。遮断している制御ターミナルがあるって言ってたよな。はい、その場所のせいでタワー上層へのハッキングが不可能になっています。そこを解除さえすれば主任がタワー上層の詳しい情報を掴んでくれると思いますが、キーヤちゃんのいるフロアやベルたちの動向も分かりそうね。なんとか抑える必要がありそうだな。確か30階だったよね。はい、つまりこの中枢区画の最上層にあるのではないかと。だったら
このまま上を目指せばいいってわけだ。ああ、気合よ。見たところ上層に抜けるには光の流れる場所を通るしかない。通るときは一気に駆け抜けるしか方法はなさそうですね。
性パレード始めましょう。よっしゃ、せっ、私のドヘッ、ここだ、よっしゃ、まあ、こんなもんかね。
はい、そこです。はあ、これで一安心です。やった！先制可能、始めましょう。えいっ！やっ！ここだ。よし、あっしゃ、いい感じだぜ。悪くない。任せろ、バースト発動。ゼレ、よし、えい、ディア、任せて、行きます。えい、任せろ、は、行くぞ。ゼレ、ディア、オールグリーンです。えいっ、先制可能、始めましょう。よっしゃ、チャンスだ。よっ、任せろ、はっ、私の場合ナイスファイト。
しかして。はい、主任が言っていた制御管理早速動力ネットの物理遮断を解除。いよいよ山場だな。ええ、キーヤちゃんが大統領サイドの居場所もつかめるといいけど。そいつらは放っておいて、問題は31階から上か。どのフロアに誰がいるかとか、分かりそうにありませんか。ちょっと待ってくれたまえ。おっと、かなりの人間が36階にいるみたいだね。誰なのかということまではちょっとわからないが。36階といえば、通商会議で使われた国賓用の控え室のフロアか。そのフロアに大統領のキーラちゃんたちも。ああ、その可能性はありそうだ。上層エリアのロック状況を確認。36階ならここから非常階段に直接行くことができそうです。よし、行ってみようぜ。ロバーツ主任、引き続きバックアップをよろしく。ああ、上層エリアを調べながらエレベーターのセキュリティを解除してみるよ。私はその昨夜出された戒厳令について長官に問い合わせに来たんだ。そしたらそのまま拘束されてこちらのフロアに。そうでしたか。いや、なんつうかちょっと意外っすね。上に問い合わせる気概が終わりとは思いませんでした。どういう意味だね。第一、君たちは国防軍から指名手配されていたはずだろう。一体何をしているのかね。その、いろいろありまして。そちらのあなたは、IBC の技術部にいた。ああ、研究員のダビッドさ。俺も昨日、マリアベルお嬢さんから技術部の解散を伝えられてね。相棒もいないし、呆然としていたら、このフロアに連れてこられて。まずはお互いの状況を確認した方が良さそうですね。そんなことになっていたとは。独立国の無効宣言以来、雲行きが怪しいとは思ったが。どうしてこんなことに。なんだか悪い夢でも見ているような気分です。そっか、クレイのやつはロバーツ主任に協力してるのか。
通りで2、3日前からタワーへのハッキングの仕方がさらに巧妙になってたわけだ。それで副局長、結局この不満に大統領サイドの関係者が。大統領やマリアベル嬢はもちろん、国防長官や両兵どももいない。それに君たちのところにいたあの娘。そうですか。一体どのフロアに。とりあえず主任からの連絡を待つべきかと、現在大急ぎで上層エリアを調べてくれていると思います。その間このフロアにいる他のメンツでも確認しておこうぜ。ひょっとしたら何か知ってる奴がいるかもしれない。そうだな、一通り話を聞いてみるか。副局長、この場は頼めますか。ああ、任せておきたまえ。その、君たちもあれ、真実をつかむ前に倒れてしまったら元も子。はい。キリアちゃん、お父さん、どうして。しずくちゃん。あ、よかった、無事だったのね。しずくさんもオルキスタワーに連れてこられていたんです。あのおっさんのことだから別の場所かと思ったが、とにかく無事でよかったぜ。ロイドさん、ランディさん、エディさんに、ティオさんも。そっか、こんな顔していたんですね。しずくちゃん、ひょっとして目が見えるようになったの。はい、キーヤちゃんのおかげです。不思議な力で目の神経をつないでくれたみたいで、もう光だけじゃなくて色と形もちゃんとわかります。すごい。まさに奇跡だな。いや、何にせよよかった。ああ、こればかりはキーヤもお手柄だったな。はい、本当にキーヤちゃんにはいくらお礼を言っても足りないくらいで。でも
しずくちゃん。どうしたんだ。キアちゃん、笑っていたけどとっても辛そうでした。これが自分の役割なんだ、自分の望みなんだって無理に言い聞かせてるみたいで、本当はピーターさんたちに協力なんてしたくないのに、ロイドさんたちのところに戻りたくてしょうがないのに。ことに、それにどうしてお父さんが、私しずくさん、ありがとう、キーヤちゃんのことを思ってくれて。それと一人ぼっちでつらかったわね。しずくちゃん、俺たちはキーヤを取り戻しに来たんだ。あの子やアリオスさんたちがどこにいるか。ごめんなさい、私何も知らなくって。キーヤちゃんは昨日から見かけていなくて、それとお父さんからはロイドさんへの伝言を預か…マクレインか。この包みは、お父さんがロイドさんに渡してくれって。どうぞ。これはカイさんが使っていた。間違いない、奴現場から持ち去られていて行方不明になっていた。これは刀傷。ということはロイドさんのお兄さんを手にかけたのは。ロイド。ごめんなさい、本当にごめんなさい。お父さんが、父がひどいことを。しずくちゃん、負い目を感じる必要はないよ。本当にアリオスさんが兄貴を手にかけたと決まったわけじゃないし、どうやらまだ見えていない隠された真相がありそうだ。どういうことだ。この刀傷を見る限り、兄貴とアリオスさんが激しくやり合った可能性。刀傷の数を見る限り、あの風の牽制を相手に兄貴もかなり善戦したんだと思う。だがガイの直接の死因は銃による背後からの狙撃、そういうことだな、バニングス。はい。それって、しずくちゃん、手紙も読ませてもらうよ。ロイドへ。長らく渡せなかった品をこれを機会にお返しする。その品が全て。釈明をするつもりはない。なお、町に現れた魔導兵は白きアイオーンが大金を通じて操っているものだ。白きアイオーンを何とかすれば全て沈黙させられるだろう。これは白きアイオーンってのはあの映像で見たやつか。ガレリア要塞をアイスみてえにくり抜きやがった。でも空間を消滅させる力は使えなくなっているはずです。しかしマクレインのやつ、一体どういうつもりで。おお、ロイドさん、まるであつらえたみたい。ああ、不思議と手に馴染むよ。しずくちゃん、伝言ありがとう。ここから先はどうか俺たちに任せてくれ。キーヤのことも。そして、はい、お父さんはずっと悩んでいたんだと思います。お母さんのこと、私のこと、いろいろなことを考えているうちに
後戻りができなくなって、それで大丈夫、後戻りができないなんて。お父さんのことはきっと連れ戻してみせるわ、特務支援課の名にかけて。ま、こんな可愛い一人娘を泣かせるような不良親父は一発ぶん殴ってやらねえとな。ですね、首に縄をかけてでも連れて帰りましょう。マクレインを連れ戻す話はともかく、大統領の関係者たちは一体どこに行ったんだ。やっぱりキーヤちゃんもいないみたいです。そうだな、伝言を残したということはひょっとしてタワーには。おっと、スピーカーモードにするか。ああ、ロイド君たち、直通エレベーターのセキュリティやっと解除できたよ。本当ですか、よかった。これで。ただどうも他のフロアにはほとんど人が残っていないんだ。こちらのサーチから逃れて隠れているとも思えないし。それは、おいおい、そんじゃキーボーたちは一体どこに。ただ一箇所、オルピスタワーの屋上に誰かがいるみたいだね。白い人形と一緒にエレベーターで屋上に行くことは可能なんですか。それでは、結社の博士か、それとも。わからん、行ってみるしかねえだろ。近くにある直通エレベーターは使用可能になっているはずです。必要なら1階まで戻って準備を整えておきましょう。
に立て直すぞ。了解です。任せてくれ。みんな一旦引くぞ。それ。もしもし。よかった。無事だったんですね。こちら、メルカド9号機です。フーラー。タワーに突入したようだが、状況はどうなっている？ああ、大詰めだ。状況説明をしておくよ。100アージュに結界を警戒しているらしい。こっちからは近づけないから、援護とかは期待すんなよ。了解だ。まあこっちで何とかするしかねえな。
そうなのか。朗報ですね。ああ、よくかけたもんだぜ。とにかくルチャだけはしないこと。エイノスの家族、くれぐれも気をつけたまえ。はい、了解しました。現実世界でスティグマの力をあそこまで解放するなんて、姉様がいたらそんな無茶きっと怒ったと思う。せやな、総長にもめっちゃ怒鳴られそうや。メルカバも壊してしもたし、はあ、修理不能とかなったらドミニオンクビになるんかな。ま、そうなったらもう一度重機師から出直せばええか。お前が聖騎士になったらサポートについてもええし。バカ。およかった、本当に無事で。姉様の目指していた場所はまだずっと先にあるのに。リーズ、せやな、まだまだ先は長いか。これから先も呆れさせてしまうことがあるかもしれへんけど、懲りずに支えてくれるか。当たり前、放っておけ。損傷を受けたんだ。ゴルディアス級のシステムだと。バックアップを取るな。バケル、バケル、大丈夫、必ず直してあげるから。Thank you.
やれやれ、招かれざる客がここまでたどり着いてしまう。おじさま、ピーターさん。久しぶりだね、諸君。しかし、ランチの約束をした覚えはないのだが、ひょっとして日時を間違えてはいないかね。アポイントなしの訪問、申し訳ありません。ですがこちらにも譲れない事情がありまして。独立国の取り消し、それに市内の魔導兵などいろいろありますが。まずはとっととキーボーを返してもらおうか。ああ、構わない。君たちは何か、我々は別に、キーヤ君に無理やり協力してもらっているわけではない。このクロスベルを取り巻いている途方もない困難、それを解決するために彼女は進む。それはそう仕向けたのもまたおじさまたちのはずです。両兵団を陰で操り、クロスベル氏を襲撃させることで、市帝国と共和国の資産を凍結することで自治州存亡の危機を演出した。真偽はともかく、許される所業ではありませんな。そしてその状況をキーヤちゃんに突きつけて、白い歯が売りのナイスミドルにしちゃえげつなさすぎやしねえか、ディーター大統領。いや、ディーターさんと呼ばせてもらいます。それがあなたの正義ですか。その通りだ。現実の政治はきれい事ばかりではない。あの程度の政治工作ならば、むしろ手ぬるいくらい。12年前、帝国がリベールに侵攻するときに起こした悲劇、君たちは知っているか。もしくは共和国が民主化するときに断行された、死ぬられた粛清は。していることが正当化されるとでも。正当化はされるものではない。力と意志を持ってするものだ。私はクロイス家の当主だが、もともと一族の使命についてはさほど熱心なわけではなかった。そのあたりはむしろ娘の方が詳しいくらいだからね。始祖が夢見た新たなる司法の誕生が実現可能だと分かった時、私は狂気し、クロイス家に生まれたことに感謝したものだ。この激動の時代を収め、正義を広められるだけの力を手に入れられるのだからね。正義。それではあなたは自らの利益のためでも支配欲のためでもなく、正義を実現するためにここまでのことをしたと。それ以外にどんな理由があるというのだね。10年前、 IBC の資産が大陸一を達成した時点で、富を求める必要もなくなった。大陸全土を支配するという時代錯誤な幻想にも興味はない。私はね、我慢がならない。国家という枠組みにとらわれて無益な争いを繰り広げるこの世界に、その意味では独立国という形式にこだわっているわけでもない。マクダイム議長の宣言通り無効とされても構わないのさ。私が理想とする正義、世界にあまねく広まるのであれば、その正義によって秩序が保たれ、平和な世界が築かれるのであれば。バカな。共感できなくはありませんけど。なんつうか、ここまでガチだとは思わなかった。ですが、その正義の原則をある程度実現。そうね、キーヤちゃんというゼロの司法があれば、既存の政治思想にはない反則とでも言うべき状況設定だな。ディータさん、
俺はあなたの考えにはいいですが、あなたの正義について少し過大評価をしていたようです。俺たちは警察官で、しかも特務支援課の所属です。法というルールにのっとりながら市民に寄り添う形で正義を体現する。ですが、必ずしも正解があるとは限りませんし、迷ったりすることも多くあります。当然だ。治安維持や安全保障なども正解というものがあるわけではない。そうね。立場が異なれば正義のあり方も変わってくるものだし、迷いながら時には失敗しつつも正義を追い求めていく。かつてディーターさんに言われたことでもありますよね。なんつうか、あの時の演説と全然違うような気がするんだな。あれは力と意志が足りていない状況においての方法論について語ったまで。その双方が揃っている状況で正義を行使しないこと、それは怠惰ではないのかね。違う。正義は移ろいやすく形の定まらないものだ。それを追い求め続けることにこそみんなにとっての価値がある。あなたのしようとしていることは正義を型にはめて確立化し押し付けることでしかない。そんなものが本当にあなたの求める正義なのか。現に私はクロスベルの政治状況に風穴を開けていくつもの改革を成し遂げた。その成果は、それとこれとは話が別です。おじさまの全てを否定するつもりはありませんし、学ぶところが多かったのは確かだからこそ、その欺瞞と勘違いを指摘せざるを得ません。あなたを尊敬していた者として間違いに気づいてほしい意味でも。当主としてこの程度はたしなんでいてね。そしてこのオルキスタワーの霊視変換機能を利用すればこんなことも可能になるのだよ。吸い込まれただと？視界と制御も良好、司法の力を受けつつ自在に操ることができそうだ。あ、霊的な位相空間から人形兵器をコントロールして。おいおい、そんなのありかよ。これぞ正義を体現し世に引き去る。証明してみると私のせい、君たちのせい。望むところだ。全力を持って挑ませてもらいます。歯応えありそうじゃねえか。
そこです。行くぞ。俺の番だ。よっしゃ。任せて。はい。凌介、行くぜ。マジかよ。
だまだだ。ほら。ありがとう。私の番ね。私の番です。そこです。任せて。はい。行くぞ。えいっ！行くぜ。バカの。
と？霊力の供給が途絶えたみたいね。やれやれ、マジで疲れたぜ。やりやがったな。どういうことだ。どうして主砲からの供給がいきなり止まるのだ。まあ、余計なことをしている暇がなくなったからだろうね。結社の。ノバルティス博士。ノバルティス博士、一体どういうことだ。まさか結社が機体に何かを仕掛けていたのか。前にも言ったように、あくまで今回は手伝いでね。良いデータも取れたことだし、そろそろ私も失礼させてもらうよ。契約通り、そちらの最終型とともにね。契約中だ。この機体はこちらが結社から買い上げたものだ。持っていかれる道理などない。いやいや、実は契約内容にちょっとした変更があってね。用済みになった機体をこちらに回収させてもらうよう取り計らってくれたのだよ。閣下のご令嬢マリアベル・クロイス嬢がね。その通りですわ。この声はベル。ベル、これは一体、それに一体どこにいるんだ。オルキスタワーではないのか。私はとっくにソキエさんたちと一緒に。確かにどのフロアにもいなかったみたいだけど。アリオさん、マクレイン、ジキ、シャーリー、ワルドさんまで。盛り上がっ。ケイ、どういうことだ。君たちは私を。大統領、申し訳ありません。しかし私はもともとあなたの計画に協力していたわけではありません。先生とマリアベルジョンの計画に協力。先生。ま、ああ、その通りだ。そんなクリムウッド先生、これはどういうことですか。確か先生にはいろいろと相談に乗ってもら。ああ、君は本当に教えがいのある生徒だったよ。経営者としては超一流だし、政治家としても悪くはなかった。無双化すぎるという致命的な欠点を除けばね。お父様はご自分の考えで全てがうまく運んだと思ったの実。先生の用意したシナリオに誘導、教団の扱い、通商会議の段取り、クロスベル氏襲撃から独立宣言まで。このまま君がうまくやれば表に出るつもりはなかったが、どうやらフィクサーとしてのみとどまってはいられないようだ。青木ゼロの計画、このまま遂行させてもらうよ。青木ゼロ、なんだそれは。ゼロの地方の時空を支配し、因果律を組み替える青の大将。青い光、七星湿地帯のあたりです。あれは
まさに得意点の産物。かの潮の杭をはるかに超える予定外の奇跡というべきか。待ってくれ、あの巨大な木がゼロの至宝の完成決定。キーヤちゃん、あの子は一体どこに何を言っているのかしら。キーヤさんならほら、そこからも見えているでしょ。あの青の大樹こそキーヤさんそのものです。彼女の心と体が失われたというわけでも、そのあたりは安心するな。だがこれより彼女は全ての調停者となる。彼女にとっても君たちにとっても、できれば見守ってあげてほしい。言った。わけわからなさすぎだぜ。本当そうだよね。でも楽しければそれでいいんじゃない。まあ邪魔するつもりなら遠慮なく相手をしてやる。これも契約のうちだからな。こいつらの企みは知ったこっちゃないが、来るんなら今度こそ徹底的に潰してやるぜ。それとお父さんは今までお世話になりましたの。単純でロマンチストで愚かしくはありましたけれど、私お父様のことを決して嫌いではありませんでした。役目がなければ私も最後まで付き合うんだが、まあせいぜい遠くの地で続報を聞かせてもらうとしよう。それでは失礼するよ。無駄だとは思うが、せいぜいあがいてみたまえ。有意義なデータを残してもらう意味でもぜひ。引っかき回すだけ引っかき回してと。みんな無事かい。二人とも。今のは一体、それにあの巨大な木のようなものは、それが何と言ったらいいか。どうやらまだ終わりじゃないみたいだ。課長、下の方は大丈夫なんすか。ああ、魔導兵どもが消えたんで無事タワーに乗り込めた。しかし、一体何がどうなってやがる。はい、それが。そんなことが。あの熊ひげ先生が黒幕の一人とはね。なるほど。政財界に国際情勢、警察にギルド、さまざまな裏事情にも通じている人物か。はい、和人、メルカバを呼んでもらえるか。そう言うと思ったよ。行くのか。ええ、もはや警察の仕事とは。ですが、キーヤと全ての真実があそこで待っている以上、俺には放っておきません。私もです。ベルを止めないと。まあここまで来たら一連卓殖は当然かと。おじきたちも手ぐすね引いて待ってるみてえだしな。私も付き合わせてもらいます。まあメルカバを提供するんだし、僕も付き合わせてもらうよ。バルドとの決着もつける必要がありそうだしね。私も彼女と決着をつける必要があります。私自身のけじめのためにも。マクレインとイアン先生の両名については詳しい事情聴取の必要もあります。私も同行するつもりです。止めても無駄そうだな。大統領の身柄も含めて
市内とタワーの方は任せて、お前たちはお前たちで納得できるまでやってこい。特務支援課として何よりもお前たち自身として。よもや人の子らの猛襲がここまでしてのけるとは。あの大樹がどんな力を持っているのか。うん、ただあの青い光からは尋常ならざるものを感じる。必要の力の全て、特に幻、時、空を合わせ持つというべ。もともとゼロの至宝は幻の至宝を再現するために、その過程で時と空まで合わせ持ったということかしら。うん、正直私にもどこまでのことができるのか見当もつかぬくらいだ。というよりできないことはないと言ってもいいのかも。なんとエイドスに匹敵する力か。いずれにしても俺たちのやることは変わらない。アリアさん、マリアデンさん、イアンさん、彼の真意を確かめつつ、マジで武者震いしてきたわ。グレイス、どうしてお前がここにいる。マクダエル議長と一緒に船を降りたのではなかったのか。うっさいわね。私の勝手でしょ。それにクロスベル市民だって今回の顛末は知りたい。まあそのあたりのフォロいまいち不安。いずれにせよ乗り込む前に準備はしといた方が良さそうだ。そうですね。何が待ち受けているか分かる。各地の戦闘も終わったし、今ならクロスベルのどこにでもメルカバで降りられる。必要だったら指示するといい。